ましょう。まず WBA 世界ライト級チャンピオンです、オルズベック・ナザロフ。中央アジアの国、キルギスタン共和国カント出身の31歳です。旧ソ連時代、アマチュアで153勝12敗という輝かしい戦績を収め、90年日本でプロデビュー。サウスポーからの強烈なパンチを繰り出し、日本、東洋太平洋のタイトルを獲得。東洋には敵はいない状態になりました。93年に南アフリカのリンガントベラに挑戦し判定勝ち、 WBA 世界ライト級王座を取りました。今年5月には本拠地をフランスに移して13ヶ月ぶりの試合、対リー・バンダー・ジョンソン戦で7回 TKO 勝ちしています。戦績は24戦全勝、24勝のうち18の KO 勝ちがあります。一方、ナザロフと対戦しますのはキャリア豊富なアルゼンチンのオスカー・ロペスです。ブエノスアイレス出身の28歳、89年にプロデビューですから、もう8年のキャリアを持つベテランです。国内で精力的に試合をこなした後、95年にはコンスタンティン・チューに挑戦した南アフリカのヤン・ベルグマンと対戦しましたが、2ラウンド KO で敗れています。ヨーロッパのリングはこちらも今日が初登場となります。戦績は38戦30勝7敗1引き分け、30勝のうち15の KO 勝ちがあります。はい、この試合は小泉さん、フランスで行われたんですけども、ナザロフはフランスのプロモーターと契約したっていう話聞きましたけども。そうなんですね、ミシェル・アカリ、ルイ・アカリ、はい、この2人が出走する AB スターズプロモーションというのがあるんです、はい、ここに移籍したわけですね、プロモーター契約も取りました。で、今回そのフランスで初めての試合ということになるわけですね。そうですね、はい、フランスでは初めてですね、はいはい、浜さん、この試合はどの辺に興味持ちますか。まあ、やっぱりナザロフがフランスで、名前を売るっていうんですかね、実力は誰かも認めてるわけですから、あとはそこで人気を出すということでしょうね。さあ、どういう試合になりますか、ご覧いただきます。オルズベック・ナザロフとオスカー・ロペスが対戦します。ライト級のこれはノンタイトル戦、この試合は10月の4日フランスの、ビラボンスールイベットで行われたものです。ライト級ノンタイトル8回戦です。オルズベック・ナザロフ対オスカー・ロペスの一戦です。おなじみのナザロフです。5月の10日、リー・バンダー・ジョンソン7ラウンドノックアウト勝ちを収めまして、これが6ヶ月ぶりということになります。そして先ほども言いました、フランスは初登場です。そして2の選手がオスカー・ロペス、こちらは5ヶ月ぶりの試合になります。この試合は現地からの映像をそのまま使用しています。多少ノイズが入りましてお聞き苦しいところがありますが、どうぞご了承いただきたいと思います。今背中が見えているのがジミンコーチですよね。はい、フランスでの試合、まあ、ここを本拠にしようというナザロフですから力が当然入ると思います。24戦全勝 18KO です。まあ、リング内に入っている体の大きいメガネかけているのがあれがルイ・アカリですね。はい、両者の身長体重ですね、ナザロフは168センチです。ロペスは、こちらも168センチです。同じです。さあ、試合が始まりました。リーチはナザロフ168センチ、一方ロペス170センチです。右をついていきます、ナザロフ。ナザロフは6度目の防衛戦、この前の防衛戦ですけど、指名挑戦者の、リー・バンダー・ジョンソンですね、あれをノックアウトしてアメリカでの評価は上がりましたよね。確かフロリダで行われたんですよね。そうですね、この番組でお伝えしました。まあ、ナザロフはですね、アメリカで上位アマチュアに、まあ、ノックアウト勝ちですね、はい、そしてリー・バンダー・ジョンソン、これもノックアウトしてですね、まあ、ライト級ではこのナザロフが一番強いんじゃないかって、アメリカのボクシング関係者でもそういう評価が定まってますね。ああ、そうなんですか。まあ、浜さん、この人の実力はね、誰もがね、認めるところですからね。あとはお客さんにアピールするというところでしょうね。左を持っていきました、ナザロフ。それで人気を出せばよくないと思いますね。そうですね、戦績的には、そしてテクニック的には申し分のないオルズベック・ナザロフ。日本でこのプロのキャリアを積んでまいりました。そしてサウスアフリカで戦ったこともあります。
前回の試合がアメリカ初めての試合、そして今回がフランス初めての試合ということになります。オルベック・ナザロフ、この相手のオスカー・ロペスなんですけどね、まあ、共に負けてますけれど、南米のジュニアルライト級タイトル、はい、そして南米の、まあ、クイの NABO タイトルですね、ライト級タイトル、まあ、共に戦ってますね、はい、挑戦したことあります。前回は2度目のアメリカでしたね、リーバンダージョン、はい、残り1分を切っています。ボディ打ちます、バラボディ左を打ってきます。左アッパーのボディが得意なんですね、はい、あれが強いですね。ちょっと挑戦者、挑戦者ではないんですが、こちら引き始めました、ロペス。まあ、そうですね、まあ、これだけ逃げに回られると、まあ、乗っかつのも結構難しいんですけど、ただナザロフの力からしてこれだけの力の差があれば、ええ、まあ楽に倒して当たり前というところを見せなきゃいかんですね。そうですね、インサイドから右のストレート当てていきます。アゴにヒットしました。ボディから顔面に返していきます。ナザロフ、第1ラウンドまもなく終了します。ノンタイトルの8回戦第1ラウンド終了です。まず1ラウンド目はナザロフのラウンドですね、はい、まあ、いつものように採点基準なんですけど、まず第1ですね、まあ、有効なクリーンヒットですね、まあ、これが第1です、はい、そして構成防御ですね、ディフェンス、でリングジェネラルシップと呼びますけど、どちらがペース支配をしているかということで、できるだけ10対9をつけないで、その僅差でも10対9をつけようというのが世界的な傾向です。ダウンが1度あると10対8、ダウンが2度あると10対7という採点になってますね、はい。この両選手、ちなみに計量では138パウンド、両者とも1勝 62.5 キロでした。オルズベック・ナザロフ、6ヶ月ぶりの試合、フランス初登場の試合です。相手はアルゼンチンのオスカー・ロペス。第2ラウンドです。相手のオスカー・ロペスはナザロフがパンチあることを知ってますし、1ラウンド目あの左アッパーボディに食いましたよね、だからそこでやはり警戒しながら戦ってますね、警戒に足使ってます。小泉さん、ノンタイトルの8回戦というのはどういう意味合いがあるんでしょう。まあ、世界チャンピオンがですね、8回戦戦うんですからね、ただヨーロッパではないね、まあ、名イベンターでいいですね、その他の試合の前座試合でのときはあのトータルラウンドのつもりで8回戦で戦うときがあるんですよね、まあ、純粋にこれあのフランスとの顔見せお披露目というような感じがあるんでしょうね。そうですね、まあ、8回でも10回でも倒してしまえば、まあ、同じですからね。ただヨーロッパ、特にフランスでは、はい、その世界ランカーあるいは世界チャンピオンの何回取ってるんで8回戦というのがあるんですよね。やりもっていい浜さん、その辺はね、はい、聞いてみないとやっぱり分からないもんですね。まあ、私も世界チャンピオンが8回戦やったことを聞いたのを今度初めてですね、はい、まあ、やっぱり、時間短縮だったんですかね、右のボディへストレート、設定中に行ってきます。左に引っ掛けるような感じです。今日のナザロフはですね、ちょっと右のリードが少ないですね、はい、いい右のジャブもありますし、そして右のフックもありますからね、カウンターを取ろうというナザロフです。あ、ボディから顔面に返していきました、ナザロフ。浜さん、ナザロフのテクニック的にはどのテクニック、どういった感じが一番いいですか。バランスがいいですよね。バランスが、それでいい距離、中間距離に入ったら左ストレートもまっすぐ伸びますからね、そして相手が前に来よう、後ろに下がろうとした瞬間に
ボディアッパー左ですよね、ボディアッパーを打ちますからね、そういった面で相手とすれば常に射程距離に、はい、射程距離に入ったら打たれるという感じがあるんですね。ただ、もう少し注文につけると相手が逃げる場合、はい、その場合伸びるパンチがもう少しあるかなという感じがしますよね。あのデビュー当時のデラフォーヤがちょっとそういうのなくて、やっぱりめきめき力つけるに戦って伸びる感じになってきましたね。第2ラウンド終了です。あのこのラウンドもナダルフもですね、右フックロングのフックですけれども、これはいいパンチ当たってましたね。そしてワンツもいいのはありました。相手に与えたダメージは上だと思います。10対1ナダルフ。まあ一口にバランスがいいといっても、浜田さん、バランスのいい選手というのはなかなかいないですよね。まあ、世界チャンピオンになるための一つの条件でもありますけどね。そういうのは要するにボクシングは攻撃防御全く別じゃないわけですからね、はい、防御と同時に攻撃に移らんといかんし、それがバランスよくないとできないですね。ところがですね、やはりこれ格闘技ですか、どうしても相手より強く打とうとしますね、はい、まあ力みます、ええ、その打った後ですね、そのパンチを戻すっていうのがやはりこれ普段のトレーニングですね。8分目の力で打って、そして相手に効かせるっていう、そういう方法を取ってるとですね、結構バランス保ってるんですけど、これやっぱり力込めて打ちますからね、バランス崩すこともあるんですけどね。第3ラウンドです。ライト級のノンタイトル8回戦、フランスで行われています。オルズベック・ナザロフ。だからボクシングを始めた時にですね、やはりその教わり方ですね、バランスのいいジャブ、ワンツー打ち方、それを基礎があるとですね、バランスっていうのは結構保たれるんですね。旧ソビエト時代に日本にやってまいりまして、日本のリングから世界の頂点に駆け上がっていきましたオルズベック・ナザロフ。この試合はノンタイトルでアルゼンチンのオスカー・ロペスと対戦しています。ボディからまた右返していきました。ボディ打ちが目立ちます。確かにあの小泉さんおっしゃったように、ちょっと右が今日は少ないようですね。そうですね、まあ、相手がもう少し強いと思うと右が出るんですけどね。あ、なるほど。まあ、小さいのを省略して、すぐのカートに結びつけようという気持ちはありますよね。右をついていきました。ボディブロー、左のストレートは完全にヒットしていません。まあ、ナザロフが強いのはですね、まあ、飛び込むスピードが速いんですよね、はい、まあ、パンチ自身にもスピードあるんですけど、ね、踏み込んで相手を追いかけるスピードがありますね。でましてサウスポーでしょう。で特にそのヨーロッパとかですね、そのアメリカやっぱりサウスポー少ないんですよね、東洋なんかと比べると。そうなんですか。だからスパリングパートナーもいますし、やはり対戦経験、慣れっていうのがないですから、ナザロフの速いそのサウスポーのパンチっていうのが結構有効なんですね。右を入れていきます。左がよく当たります。ナザロフ、ちょっと浜さん、はい、ホールディングに近い、ホールディングと言ってもいいかもしれませんが、目立っていましたね、ロペス。まあ、やっぱりこれだけ力に差があると仕方ないと思いますけどね。結局出てきました、ロペス。逆にナザロフからすれば、まあ、相手がこれぐらいのホールディング来た場合でも何らか倒さんでいくんですね。腰も随分引けてきます、ロペス。右のフック、ちょっとこれは当たりが深いようです。抱え込んで貫抜き状態を解きたい。今度はやらんでいくんですよ、ホールディングをやられる感じですね。今のボディも強いですね。入ってくるところカウンターになりました。そしてゴングも鳴っています。第3ラウンド終わっています。有効なクリヒットはそのナザロフの方が上ですね。ナザロフのラウンド、はい、非常に、まあ、格下ということもありまして落ち着いて戦っています。
この辺の連打も浜田さん見事ですよね。逃げる相手を追いかけながら打つというパターンですけども、まあもう少しこの後に続けられるとプリンスに来られたんですよね。まあ、私はナザロフの力からするとまあそれぐらい普通だなっていう感じがしますけどね。あ、なんか見るともっと見ててほしい。あ、そういうことですね。コンビネーション。さあ第4ラウンドに入ります。まあ、ナザロフは前後の動きが速いためにですね、サイドの動きあるいはサウスポーの右回りそういうのはあんまりやらないんですね。だからそういうのやらないと勝てないようなその相手っていうのはこれまでのところは戦ってないんですよね。かつてフライ級チャンピオンだった海老原博之さんがカミソリパンチって言われましたけど、海老原さんも前後のフットワークなんでサイドの動きはなかったんですけど、前後の動きが速くてそして左のパンチが切れましたからね。ボディーブローです。左のボディーよく入っています。これもホールディング、レフリーが離します。あ、減点ですね。ホールディングの減点を取りました。先ほどのラウンドあたりからかなり目立ってきました。ホールディング、ついにマイナスポイント。おっと落ち着いていきます。右サイドに入ろうというナザロフ、右が入った、横に回っていきます。ちょっと気持ちないエルパス、これもつかみだ。おっとダウンです。今肛門に入りましたね。ダウン入りましたね。今ホールディングのところダウンです。ホールディングされたところ後頭部にパンチを入れてきました。ちょっといら立ってるところはあったみたいですけどね。カウントが入っています。10カウントですか。カウントアウトしました。起き上がれません。オクタワロペス、これはちょっと問題がありますね。ノックアウトになるんでしょうか。まあ、レフリーカウントアウトしてノックアウト宣言しましたけどね。あ、後頭部だというダビッドパンチだということをアピールするんでしょうか。ホールディングがあったのも確かなんですけれども、あれ首打って倒すケースはあるんですよね。はいはい、この後ですね、これで掴みましたね。あ、後頭部当たりましたね。後頭部ですね。まあ、再三この先ほどのラウンドあたりからこのホールディングが多かったんですが、左をつい後頭部に持っていってしまいましたが、勝利者のコールを受けたようです。これはおかしいんです。こういうことが許されたらみんなそのあのクリンチでサイドからですね回って後頭部打ちますよ。これでノックアウトになる、はい、日本離れたからですねナザロフ避難するわけじゃないですけど、こういった時はですねやはり厳密には世界タイトルマッチなんかだったらノーコンテストですね。あるいはそれまでの採点を取るとかですね、はいはい、まあ、取ってもナザロフの勝ちなんでしょうけど、これでノックアウトっていうのはちょっと許されることじゃないですね。明らかなラビットパンチ後頭部を打ってますね。ましてクリンチの時だよね。今正式に勝ち名乗りを受けたようです。オルズベック・ナザロフ、当初倒してしまった時は本人もあまずいなという表情を浮かべてたんですが、とにかく勝ちを、コールされました。喜びの表情を見せていますオルズベック・ナザロフ。しかし、どうなんですか。